繊維の魅力を体感です。能美市の繊維メーカーが本社の横に直販の店舗を明日オープンします。今日報道関係者向けの内見会が開かれました。能美市の繊維メーカー小松マテーレはコロナ禍で事業環境が大きく変わる中、メーカー直販型の EC 電子商取引の事業を拡大してきました。 EC 事業の認知度アップとリアル店舗ならではの体験を大事にして、本社の横に工場直販型の店舗モノーボを明日オープンします。テーマはサスティナブル、持続可能なものづくりです。店内では商品を作る際に出る切れ端を活用したバッグや、サッカースタジアムでも使われている芝生の養生シートとして作られたメッシュ素材を使ったバッグをはじめ、マスクなどの衛生商品なども販売しています。リアルと、オンラインの2つのショップを持つことで、我々の事業としても大きなシナジーを生んでいくんじゃないかなというふうに期待しております。店舗は明日午前10時にオープンします。なお店舗の外には自動販売機が設置され、抗ウイルス加工が施されたマスクなどが24時間販売されています。